可愛いリンゴを作ります。おしぼりをこのように斜めに折ります。この角をちょうど真ん中のところに折ります。さらに1回2回折り、先を少しだけ出しておきます。全体を裏返し、この縁にこの部分をこのように合わせます。こちら側を持ち上げ、一番外の穴、ここにこの部分を差し込みます。このようにぐいぐいと入れていきます。入れ終わったら、こちらのきれいな面を向け、あとは形を整えて、この芯をしっかりと立たせば、これでリンゴの完成です。ぜひ作ってみてください。